はい、どうもみなさんこんにちは。前回の動画で話したようにシンセサイザー V を使えば誰でも簡単にリアルな歌声を手に入れることができます。ただ人によってはどのエディションを買ったらいいのか、どうやって使えばいいのか、ボーカルミキシングはどうすればいいのか、そのあたりに不安を覚えている方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回はシンセサイザー V の僕がおすすめのエディションや使い方、実際に僕が行っているシンセサイザー V のミキシングについて解説します。それでは早速いってみましょう。シンセサイザー V の説明をする前にまずはこちらを聞いてください。本当に人間が歌ってるんじゃないかって思うぐらいのリアルな歌声ですよね。このリアルな歌声が AI 技術を駆使したシンプルな操作だけで作れてしまう。これがシンセサイザー V の魅力です。シンセサイザー V は歌声合成ソフトウェアと歌声データベースを組み合わせて使えます。歌声合成ソフトウェア、歌声データベースどちらも無料版と有料版があって、歌声データベースについてはさらにスタンダード版と AI 版があります。動画の概要欄に機能比較表のリンクを記載しておくので、それぞれの違いについてはそちらを参照してください。で、僕のおすすめは断然有料版。それもとりあえず歌声データベースは買わずに歌声合成ソフトウェアの有料版シンセサイザー V スタジオプロのみで構いません。有料版のメリットはいくつもありますが、大きなメリットとしては後ほど紹介する AI リテイク機能が使えること。これが本当に素晴らしい機能で、歌の修正は AI リテイク機能だけでできちゃいます。また DAW 内で立ち上げて使用することもできるため、バックのオケの修正とボーカルの修正、ミキシングなどをシームレスで行えます。実際僕はいつも DAW に立ち上げて使っています。さらに有料版のシンセサイザー V スタジオプロを購入すると、歌声データベースシンセサイザー V AI マイがついてきます。これが本当にでかい。AI マイは有料版の各種歌声データベースの AI 版と同じ。シンセサイザー V スタジオプロを買うだけで素晴らしい歌声を手に入れることができます。実際僕がアップしているシンセサイザー V のカバー動画は全て AI マイを使っています。基本的に無料版は有料版の機能制限版となっています。ストレスなくシンセサイザー V を使うんであれば有料版のシンセサイザー V スタジオプロがおすすめです。ここからは、僕が実際に行っているシンセサイザー V の使い方を解説していきます。まず DAW でシンセサイザー V を立ち上げて使用するライブラリーを選択します。鉛筆ツールを使ってメロディーラインを入力していきますが、その前にここの簡易ピッチモードが適用されているかどうか確認してください。鉛筆ツールを使ってメロディーラインを入力。ある程度メロディーを入力したら歌詞も出てきます。歌詞の入力にはノートを一つ一つに入れる方法と複数のノートに一気に入れる方法の二通りあります。意図した歌わせ方のポイントとしては、メロディーのノートはこのようにレガートで入力します。歩道橋の上から見かけた川じゃーに行き来らしかけよった人混みの中。ただこれではスターカットは表現できません。スターカットを表現したい場合は、歌詞の冒頭にシングルクォートをつけます。行き来らしかけよった。行き来らしかけよった。母音を伸ばしたいときは、ハイフンを入力。これは一つの単語で音程が変わるときに特に便利です。見かけた川じゃーに。また、ブレス、息継ぎの表現も大切な要素。BR と入力してブレスを入れることで、よりリアルな歌声が表現できます。見かけた川じゃーに行き来らしかけよった見かけた川じゃーに行き来らしかけよった。ある程度メロディーと歌詞を入力したら歌声のスタイルを決めます。シンセサイザー V では言語設定や細かな歌い方のスタイルを選択できます。僕はボーカルスタイルでエモーショナル上げ目、パラメーターのテンションを上げてハキハキとしたボーカルにすることが多いです。歩道橋の上から見かけた川じゃーに歩道橋の上から見かけた川じゃーに。
歌声の質感が全然違いますよね。で、あと大事なのがジェンダー。ここを少しだけ上げて、太めの歌声にすることが多いです。歩道橋の上から見かけた川じゃーに。歩道橋の上から見かけた川じゃーに。ジェンダーによって逆により可愛らしい声にすることもできます。このようにボーカルスタイルやパラメータを駆使して楽曲に合わせたボーカルのスタイルを作ってください。正直メロディーと歌詞を入力しただけのベタ打ちでも違和感のない最高の歌を歌い上げてくれますが、もし歌の修正が必要な場合は AI リテイク機能を使ってください。修正したい歌詞を選択して AI リテイク機能を使うと、その歌詞の歌い方に関する様々な表情やニュアンスを提案してくれます。Go away, meets you. Go away, meets you. AI リテイク機能でリテイクしまくって、その中から良さそうなテイクを選ぶ形で修正しています。手動のピッチ調整とかはいりません。AI リテイク機能だけで歌の修正ができちゃいます。Oh yeah, 今すぐ kiss me. Go away, meets you. 大好きだから笑ってよ。メロディーラインと歌詞を入力、修正が必要な箇所は AI リテイク機能で修正。やるのはこれだけ。このようなシンプルな作業工程で人間さながらのリアルな歌声が手に入ります。楽曲全体のメロディーと歌詞の入力を終えたら、ボーカルが聞きやすいようにミキシングしましょう。ボーカルのミキシングは楽曲全体の聞きやすさに大きな影響を与えるため、個人的にすごく難しい作業ですが、そこはボーカルのミキシング処理が楽にできるプラグインを駆使して何とかしています。まずトラックの先頭でボーカルライダーを使ってボーカルの音量をある程度鳴らしておきます。ない、oh yeah, 今すぐ kiss me, go away, meets you, 大好きだから笑ってよ。で、僕はボーカルミキシングに Waves の CLA ボーカルズをメインで使っています。CLA ボーカルズはボーカル専用のオールインワンプラグイン。用意されている6つのスライダーを上げ下げするだけで、ボーカル処理が完成するため、ボーカルのミキシングはよくわからない僕にはうってつけなんですよね。で、僕は用意されているプリセットの中から、ロックマンを好んで使っています。ない、oh yeah, 今すぐ kiss me, go away, meets you. ない、oh yeah, 今すぐ kiss me.Go away, meets you. ボーカルの存在感がまるで違いますよね。僕のようにボーカルミキシングがよくわからない人は、このようなボーカルの処理が楽にできちゃうプラグインをおすすめします。で、このプリセットをベースに楽曲流しながら微調整していきます。いい感じにボーカルの存在感が出てますよね。CLA ボーカルズを使えば誰でも簡単に存在感のあるボーカルに仕上げることができるので本当におすすめです。次にボーカルにダブリング効果を与えるため Waves のマニーマルクインディレイを使います。これもゼロから設定するんじゃなくて用意されているこちらのダブリングのプリセットをベースに使っています。ない、oh yeah, 今すぐ kiss me.Go away, meets you. 大好きだから笑ってよ。今すぐ kiss me. Go away, meets you. まっすぐに I love you so. 雲行きは気にしない。ふわっとしたダブリング効果が足されていますよね。マニーマルクインディレイの特徴は、ディレイ成分にリバーブや歪みなどを組み合わせることができること。通常同じ効果を得るためには、複数のエフェクトを重ねる必要がありますが、マニーマルクインディレイなら、一つのプラグインだけでできちゃいます。ここまで見てきたように、CLA ボーカルズも、マニーマルクインディレイも、プリセットベースで処理していますよね。Waves プラグインの多くは、収録されているプリセットが豊富で、どれも使えるものばかり。皆さんもプリセットを使いまくってください。で、Waves の NLS チャンネルを使って、アナログの質感をボーカルに付加して、基本サウンドは完成です。ない、oh yeah,
今すぐ kiss me go away meets you。 最後に空間系をかけます。ディレイは Waves の H ディレイ、ディレイタイム 189ms で使っています。このディレイタイム 189ms の設定には意味があるので、気になる方は調べてください。で、このディレイはフィルターを使ってディレイ音の聞こえ方を調整できるためめちゃくちゃ便利です。ない、oh yeah、 今すぐ kiss me go away meets you、 大好きだから笑ってよ、今すぐ kiss me go away meets you、 まっすぐに。で、あとはリバーブをかけて完成ですね。で、リバーブはロジックプロ10純正の IR リバーブを使っています。このようにボーカルからリバーブの先導に送るだけではなく、ディレイからリバーブにも送っています。どちらかというとディレイから送られているリバーブ成分の方がメインですね。ない、oh yeah、 今すぐ kiss me go away meets you、 大好きだから笑ってよ。以上が僕がやっているシンセサイザー V のミキシングの一例です。今後いろいろ変わってくると思いますが、基本はボーカルの存在感を引き立てながら楽曲全体とのバランスを取ることを意識しています。慣れないうちは少し難しいかもしれませんが、今回使っているようなボーカル処理が楽にできるプラグインを使えば意外にすんなりと聴ける状態に持っていけると思います。ということで今回はシンセサイザー V のおすすめのエディションや使い方、実際に僕が行っているボーカルのミキシングについて解説しました。シンセサイザー V を使えばこれまで難しかった歌っていうものを誰でも簡単に手にすることができます。今回の動画を参考にしてぜひシンセサイザー V を使ってください。ではまた。